ルスサムは自分が巣から追われていることを知ったようです。悲鳴を上げながら去っていきました。フレップは次にヌプリに攻撃を仕掛けました。抵抗していたヌプリも丘の彼方へ去っていきました。シリカはここへ残るんだと決意しました。だが再び戻ってきたフレップは容赦ない攻撃をシリカに向かって開始したのです。もうここにはいられないんだ。お前たちは出ていくんだ。一人で生きていくんだ。フレップの攻撃はほとんど狂気のようです。シリカはひるみません。フレップに向かって反撃を開始しました。その戦いは2匹のオスの戦いのようです。最後に残されたひ弱なレプンが丘の上で見ていましたが、すごすごと巣穴へ戻って行こうとしました。だがレプンも例外ではありません。原野の道をルッサムが
林の丘をヌプリが大木の下をレプンが砂丘を振り返り振り返り去っていきます。そして波打ち際にシリカが佇んでいます。小狐たちは暑い夏の一日を恨みました。今日という一日を。知恵のすべてを、感覚のすべてをたぎらせて、それぞれの旅へ出発するんだ。草原につけられた狐道をいつもとは逆に去っていきました。歩き続けよ俺たちの道は、俺たちの道は、もう果てしないけど恐れないで、俺たちの道はもう果てしない。秋風が砂丘のなだらかな斜面を吹き抜けていきます。あの夏の活気に満ちた荒々しさは影を潜め、狐道の跡だけが黄色く枯れて、フレップたちの痕跡をとどめています。